というのはどこにあったのかなと、で一言でなかなか言えないんですけれども、言えないんだったらそれはその取り組んだ人々の姿で何か伝えられないかと、でいろんな取り組みが官邸がもあればその中層っていいますかね、そのオペレーションルームもあれば免震棟もあればその住民避難やった人もいれば、もういろいろさまざまなところにありますから、ちっちゃうんだけれども、だけどまあ一種 の, そ, のそれぞれの人間が危機に直面してさらされた時に、このそれぞれの取り組みの姿っていうのをまあこう一種のモザイクなんだけれども、まあ、一種の群像劇といいますかね、そういう形でこう取り出せないかなと、ちょっと欲張ってるんですけど、だから全体像を描きたいなと、個々のはあるし、原因究明的なものも、まあ、僕らも民間事故調でやったんだけども、民間その原因究明も重要なんだけども、やっぱりその個々の人間のストーリーで、あの危機を描いたらどういうふうに、あの危機が見えるのかと、取り出せるのかと、まあ、いうことをねやりたいなと思いました。この、ですからあんまりあいつが善だとかあいつが悪だとかいうのはないんですよね、みんなが弱というかみんな弱いんで、こんな放射能の前ではもう全部赤子みたいに弱いわけで、だからまあ恐怖感もあるし、それはもう、まあ、当然の恐怖感なんで、だから確かに保安検査官不甲斐ないと思いますけどね、その政策論とか、まあ、これからのあるべき論、規制論からすればあんなもんいたという時に逃げてなんだと、思いますよ。だから、まあ、アメリカの場合はその家族と一緒にプラントの近くに住むことになってるわけですよね、あの検査官インスペクターっていうのは、つまり家族を守るために必死にやるわけですから、だから真剣味が出ると、真剣勝負になると、日本の場合はまず逃げちゃうわけですから、だからまあそこから第一章はそこから書いたんだけれども、メッシのだから日本の本当にいざという時にこの国戦えるのかと、そういう精神とかそういう気概とか覚悟っていうものもメルトダウンしちゃってるのかなという、そういうような気持ちになりましたけどね。だけどまあ、指を突っ立ててキスカンという気にはならなかったですね、まあつまり戦後の日本の国の形とか戦後の形っていうものもその人間日本社会がその危機にまみえた時の姿とダブってくるし、ダブってくるというか、まあ、むしろそれは反映してるんだろうし、でその中で我々も生きてきたわけで、まあ、ある意味でありがたかった時代というか良き時代だったわけで、これからもうそんな簡単なそんなその時代じゃないのかなということも含めてね、ですから、まあ、今の直接 の, このご指摘されたところで言えば、もちろん日米もその中で書きましたけれども、同盟論を書くということはあんまり、その趣旨じゃなくて、やっぱり自分の国を自分で守る、自分の国民を自分の国の国民をしっかりと政府も守る、自分たちも守るという、そこの中にアメリカも入ってきてるわけで、むしろその日米同盟、アメリカがあの時一緒に日本と2万人も派遣して、その友達作戦もやって、その中で、この日本の姿が見えたこともあるわけですね。つまり本当に自分で自分を守るという国でなければ同盟ってのは実はこの維持できないと、アメリカだって自分のやっぱり世界戦略とそれからその軍人国民の保護をまず考える当たり前の話であって、ギリギリの中でまあアメリカもよくやってくれたと思うし、だけど そこで突きつけられたことっていうのはもっと重くて、自分で本当に日本が自分で自分の国民を守る被害も良いも、あるのかということがやっぱり問われたというふうに思うんですよね。だからまあその辺をやっぱり一番伝えたかったかなと思いますけどね、ちょっと長くなっちゃった。
アメリカ側はですね、再三その日本政府に対してですね、まあ不信感というんですか、東電任せにしてではダメだというんで、まあ、結局自衛隊を表に出なきゃいけないということを再三言ってますよね。これはやっぱり相当深刻な問題だったんですか、アメリカ。そうですね、まあ、11日に起こったわけですけども、まあ、1号機の爆発はまあそれほどの、3号機が、まあ、14日の朝11時1分に建屋が爆発したんですけども、ここでアメリカもこれただならぬことになっているというのでものすごく危機感を強めたんですね。で、同時にアメリカはそのグローバルホークであるとか、それからまあ大気収集機 の、 そのコンステレーションとかですね、ソナーから の、 この炉の温度とか、それからその放射線量の把握だとかいうのをもう始めてたわけですよね。それからもう少し経つと、今度はその低空でもって、この空からのモニタリングをやるわけですよね。ですから、このもちろん炉の中の状況というのは当然もよく分からないとかあるし、日本政府もだから分からないし、アメリカ政府もまた分からない、そこは同じなんだけれども、しかしもう一つのアメリカってツール持ってて、それはやっぱり空からのモニタリングで、実はまあ本でも書きましたけど、地上のモニタリングを実はものすごくやってて、15分おきに24時間、海軍のネイバルリアクターズという人々がやってるんですよね。ですから、まあ、はっきり言うとモニタリングの力が最初決定的だったかなと思いますね、日米の認識のギャップは。でアメリカも深刻に捉えした。でもちろん日本だって菅さんも深刻に捉えたし、日本の人たちが深刻に捉えてなかったっていうことではないんだけど、日本だって深刻に捉えたんだけど、しかしアメリカはもうこれはエンフォースメントでやっぱり自衛隊をもう使う以外ないところまでもこれ来てるんじゃないかと、この認識は早かった、アメリカの方が。だから、まあ、日本は事業者のまず責任であると、で理屈からすればその通りなんだけれども、やはりもう事業者、東電には任せられないなというようなところの判断というのはなかなかできなかったというのがあると思いますね。だから、まあ、そこは日本の場合に、そのようなエンフォースメントの力もないし、フェマみたいなのもないわけだしね、緊急展開のタイプ、それから自衛隊自身もそのプラントの中で、じゃあプールへの放水なんていうのは自衛隊の本来任務に全く規定されてませんから、だからある意味超法規的に自衛隊を出してるわけだけども、その任務としてはね、でそういうようなことについてやはり、やっぱ遅れたと思いますね、ここは。だけど、まあ結果的には16日から、始めた放水、まあ、実際17日からだけども16日出て1回引き返してるんですけども、でギリギリ間に合ったという、結果的にはそうかもしれない。しかしその過程においてその危機の、これどういう性格の危機なんだという、その状況認識っていうのは危機管理の最も重要な第一歩であって、そこではやはりこのアメリカの方が、早かったということが言えるんじゃないかと思いますけどね。だからもう一つアメリカが非常に苦労したのは、日本政府の誰に接触したらいいのか、どこに聞いたらきちんと情報が集まるのかと、取れるのかということで非常に苦労していると思うんですけども、確かに当時の日本 の、 その政府の中というのは、まあ、大きな混乱もあったでしょうし、それから何か組織的にそういう危機への対応というのがあらかじめなかったのかもしれないんですけども、その辺の日本の対応というのはどうですか。そうですね、ここはとても重要なところで、まあ、日本人のその指揮所、一体この司令塔というのはどこで誰がやるんだというのが、法律的にはね、これはその原子力安全保安院が事務局をやるということになったんですね。原子力災害対策特別措置法というのが決まってるわけですよ。しかし実際問題としてこれは機能しなかった、委員長さんも全く文部の、ある人の表現を使えば動向が開きっぱなしになっちゃったわけで、菅、さんに隠されて、現地対策を本部に出さなきゃいけない、それからプレスの対応もしなきゃいけない、まあ、幹部たちがみんなチリチリバラバラで、ですから。